どうも、今週もですね、観葉植物に水やりをやっていきます。ちょっとね、土をしっかりこうたっぷりこう含ませてそしてやります。ちょっと午前中いろいろ忙しかったんで、午後から昼ご飯食べた後に水やり、久々に昼からの水やりですね。いつも午前中に水やりしてたんですけど、なかなか今日は朝間さっきまでずっともうノンストップで休みの日動いてましたけども、しっかりと今から水やりやっていきます。今下からこう水出てるんでいい感じです。土をね、だから土がちょっとえぐれてるというかちょっと少なくなってたんで、加えたということですね。なかなかまたね、この、観葉植物上の方に小さいね、葉っぱができてきているということで、で一旦、観葉植物変えます。この観葉植物ですね、この観葉植物。さあちょっとね、夏のほんまの、まあ暑いことは暑いけど、めちゃくちゃ暑い、時期がちょっと声かけてきての、9月入ってね、そういう感じはありますね。蒸し暑さとかはあるんですけども、これがこう観葉植物にどういう風になってくるかですね。水に関してはしっかりやりますけども、これからこうだんだん冬に向かっていくところで、水やりのそのね、あれがどうなるか、これ結構ね、こんだけ今しっかり育ってますけど、こう枯れてきますからね。ほんで枯れてきてですね、ほんで冬の間はちょっとこうほんまにこう小さくなっちゃう。これなんかでもね、こんだけ大きく育ってますけども、ほんまにちょっとだけになるんですね。葉っぱ1枚か2枚ぐらいになっちゃうということなんで、それでね、今回これが初というか、まあ冬初めて、これも冬初めてなんですけど、今水やってるのも、これも初めて冬を越すんで、どんな感じになるか。で、こう、まあ100均でね、まあ300円ですけど、買った観葉植物がどこまでこう育っていくのかというところですね、見ていきたいかなというふうに思います。水下から、やってるんで、では、この辺で、この一番小さい、観葉植物にも水やります。観葉植物覚えなあかんですね、名前をいろいろ覚えていかなあかんんですけど、ということでちょっとね、これからアングルを変えていこうかな。アングルを変えていきますね。じゃあアングルを変えます。いつものようにね、しっかりとこう水やり、これぐらいの、勢いのある水をこう上げているということで、下の方からこう水がこうぐーっと流れていっているというところで、先ほど言ったこう上にまた葉っぱが生えてきているのはこれですね。この葉っぱが生えてきているというと、どん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 葉っぱが生えてきて、でこれももう知らん間にでかくなっていくという形でね、これはまあこれからこう秋冬になって、これがどういう感じになるかなというところですね。それを見ていかないとあかんという、ちょっと溢れかけてるんで、ちょっと緩めます、緩めますね。これぐらいじゃないと、ちょっと上から溢れるのはあんま良くないですね。下から、でもそうか、土を増やしたからちょっと水はけがちょっと悪くなってるんですね。ちょっと考えてやらなあかんですね。そしてこれがね、艶がよく出ているこの観葉植物、これですね、こんな感じですね。そしてこれが、ダイソーで売ってた観葉植物、300円ですね。これですね、なんか映らないですね。まあこんな感じですね。ということで今週はね、こんな感じです。まあ変化としてはここにまた上にこうね、ちっちゃい葉っぱがこう出てきたというところです。今週は以上となります。ありがとうございます。